それ自体がまだな即位相談でな。だけどもいくつか戦がござったね。甲冑で演武するの暑かったわ。まだやはりな、小手が熱い。小手がな濡れるし、この辺な肌強ないで、スープもね汗かいてるな。でもだいぶ着物じゃった過ごしやすくなってきたな、今は。僕も外寒いもんな。外寒いで、夜寒いもんな。夜寒いじゃろ。うん、冷えてきたで。さあ、じゃあ今日は10分の歴史授業もないからな、ちょっと名古屋城検定的な話しようか。この間教養講座っていうのかな、開いて参加してくれた者たちもいたけど、11月の18日に名古屋城検定がもう、まあ知ってるものは途上してくれたものは知ってるかもしれんけど、周年祭の前日というか。11月18日に名古屋工業大学という地にいて、名古屋城検定と呼ばれるものがもう10年目と、本丸御殿復元に際して広く周知するために始まったもので、東間が中級でわしが上級を受けるということで、周年祭の前日じゃとな。周年祭19日らしいで、震えすぎじゃろ。無茶ぶりか。右手しか震えとらんけど、全然震えんの。遅いわ。前日でございますか。前日、周年祭が翌日らしい。驚いたわ。毎年思うけど、検定受けるもの得だよな、周年祭。同時期というな。トーマー、中継向けてどうじゃ、励んでおるか。はっ、過去問に、お今、臨んでおります。毎日、きっとトーマーのことであれば取り組んで、抜かりなく。いまだに中級も満点出ておらんでな。それでございますか。未だかつてたった一人も出とらん。満点初級だけなんだよな、満点出とんの。中級上級ともにこの年月かけとるけど、はい、まだ一人も出とらん。トーマが取ってくれることを願うわ。わしはわしも取れんかったで、悔しかったわ。挑んだな時に、え、何点だったんですか。わし42点。あれ最高がな、44点だったかな、わしの時。確かうわっ、星より上のものもおると思ったのもちょっと嫌だ。負けたって嫌だったし、やっとるさなかにな、もうわしも抜かりなく参ったけれども、なんじゃこれ。っていうのがやっぱ出てくるんじゃな。わしもこれ聞いたことないぞ、そう思いながら。そういうのござるで、トーマには抜かりなくな、もう隅々まで入れてもらいたいな。年号とかな、数字的なものに関しては引っ掛けが多い。初中級に関しては、上級に関してはもう筆記じゃから書き込まないかんで、引っ掛けもクソもないんだけど、初中級に関しては引っ掛けが多い。宗春公が亡くなってから没後何年ですかなのかとか、そういう引っ掛けなんじゃ。だいたいみんな100年、75年っていう数字だけは覚えとるんだけど、それが没後なのかどうなのかってとこまでちゃんと覚えておらんで、そこで引っかかるものが多いんで、だ数字に関しては引っ掛けが多い。初中級受けるもの、これ覚えといてほしい。名古屋離宮37年とか、まあ細かく言うてくといっぱい数字っての出てくるでな、あの全部覚えきるのはほぼちょっと不可能に近いところがあるけれども、だいたいなんとなくな、初級テキスト本なるものがござるで、
そこ読んどると、あ、なんかこれ引っ掛けに使われそうだなみたいな、なんとなく目星つけれるで、そういうのつけておくと良いぞ。初級中級のものは、まあ初級のものは初級のな、テキスト本見ながら受けることができるで、ぜひ受けて、小野川自身の履歴書なるものに一つ書き込めるように資格を増やしてもらいたいし、上級受けるものおるか、この中で上級おらんか、あ、上級おるな。上級受けるものはもうひたすら勉強するしかない書かないかんでな、上級は。で、中にはもう受けるって決めたけども気が乗らんものも多分おると思う。初級のテキスト本しっかり、中級の本買ってちょっと分厚いで、小野川自身の戦場働きもござるでな、時折明けてはいつやろうかってな、気が重いものもおるかもしれんけども、そういう時はペラペラーって読んで、なんとなく読むだけでいい。なんか真剣に取り組まずに、なんとなく字面読んで、あ、なんかそうなんだぐらいな気持ちで読む方がいいな。ただ上級のものはちゃんとやった方がいいと思うなちゃんと抜かりなくやらんと。まあ昔の問答とかもな、見たことあるもの、まあホームページなるものな、名古屋城のホームページなるものとかに載っとるで、数問見るけれども、あれはな、簡単なものじゃな、載っとるのは。非常に有名な問答が出とるだけじゃから、本当にな、なんだこれみたいな問答があるんだよ。本当に石入るな、臭いな。そんな検定に対して望みながら日々の戦働きがござるで、教養講座も全部わしが作ったんじゃけども、結果一刻超えてまってな1時間半言うとだりいやー、みんなと交流深めながらこたびやろうと決めてな、ちょっと特別な覚醒器用意して、歩きながらできる覚醒器でやったら、交流しながらやっとったらな全然かかった国より圧倒的に超えてしまったっていう。まあでもみんな楽しめたようで何よりだったな、よかった。あと江戸の遠征もな、味噌の話で発酵の話してまいりたし、来月が落語じゃから満劇を来るよってものおるかな、おるとは思うけれども、これも楽しみにしてもらって、まあ第2回目じゃから3回目もできることを祈って、いい草畑をして次につなげてまいりたいなっていうところじゃけども、話か2人で、ボイメン4人で、林方1人な。三味線聞いたことあるものあるか。あるけど聞きに行く見に行くっていう感覚では多分ないと思うんだよな。三味線で行った、例えば名古屋城とかな、行ったところでたまたま聞けたぐらいのものじゃと思うけども、三味線もこの尾張の地で非常に有名になったものが奏でるで、あと共通して言えるんじゃけども、出演者がそうして大体男前ということで選ばれてる。見た、小糸殿ピアチャンネル、もうこの間名古屋城来てくれたんだけど、わしが縁バルで来てくれ言うたら来てくれて、雨降ったけどな雨降って演舞できんかったんだけど、小糸殿来てくれて、小糸殿を見ると、もともとこの名古屋の出自なんだけども、名古屋の出自で役者になりたい言うて江戸に上京いたして、してその時に出会った落語に感銘を受けて落語家になるって決めて落語やっとんだけど、話うまいし男前じゃし、背がなわしぐらい6尺182センチあって、モテて大きいし、モテる要素がいっぱいあった。顔の彫り深くて少し夕日の雰囲気に似てる、こういう面のちょっと似とるんだよ。男前じゃから、もうぜひとも来るものは楽しみにしてもらいたいし、ボイメンの芝居の方もな、少し見てきたけどだいぶ面白い感じになっとる。まああとはもうわしの話だけども、わしの話まだ何もできとらんっていう。今昨日ようやく軍議がござって、大方内容が決まって、あとはもうわしが何話そうかなって決めるとこまで来たで。結構面白いことないです。去年来たもの分かるかもしれないけど、去年はもうわしが少しまあ落語のな始まりなんか話を進めてまいったで、落語の知識を得るという形だったけど、落語の話だけではないということは伝えておこうかな。今回
落語の話だけじゃないし、昼よりで話変えるから、もうこたびは完全に昼より全然違う話すると思うように、その辺も楽しみにしてもらいたいかな。まあ、基本的には歴史を知りながら楽しめるという内容を届けてまいるし、まあこれもわしが考えてる内容ではきっと笑えると思うで、いやもうそこはわしもな、気張るで話家の次に話さないかんのじゃから、話からな、笑いを取った後にやらねばならんけど、その後には皆々でな、出演者で談義することもござるで、あと今回は陣営の計らいで顔を円盤 DVD に入れるものをな、ちょっと今回蒼天の定めと穂村の2つの作品でござるけども、持っていき販売することになったで、もう初めて見たものにじゃんじゃん売ろうかなと思っとるで顔をな、入れて20名限定じゃったかな、ちょっと数に限りがござるで、できるだけ多くのものを見てもらいたいな、ご招待してもらえたらな一番嬉しいから。そんな戦が10月7日で名古屋祭りもあるな。名古屋祭り神戸清盛隊来るな、清盛隊の皆様方が。でこの間わしな入れ違いじゃったから江戸行って、土曜日に清盛隊が江戸じゃったからな、会いたかったわ、入れ違い本当に。学科平安聞きたかったけど、新しいの聞いた、どうじゃった、かっこよかった、知っとるわ知っとるわ、いやいいな。最近なかなかな、全員揃うこともな、やはり多くはないけど な全員揃って見れたっていうのは南にとっても貴重であったと思うし、あーわしも見たかったわ、名古屋祭りで会えるのかな。でもまあわしがなそこにおるかどうかは分からんけどな、神戸の遠征も決まったしな、わし別の戦がござるで行けんかったで、なんかな、ありがたいことにこう今年名古屋城出陣がな、一昨年と昨年から比べると多分わしだいぶ減ったと思うんだよ、自分の戦が増えたで呼ばれることが増えたであれじゃけど、それに伴って会えないことも増えてきたな、寿司握るみたいなと思って清盛隊だかったわ、友様とか元気じゃった、息災じゃった、すごい面白かった、チャクナン様がとんでもなく髪切ったって聞いたけど、すごい量だったの、ちょんってなって角刈りぐらいにどういった心境でござるそれ、チャクナン様出てきた瞬間びっくりしました平家の方がエリアの髪を身ぐしを切られたということで、なんかござった、出てきた瞬間にみんながあってなりました出家そうになってしまった、だからわしもいつかスパースパー来てスパー出てくるし、わしもいつかあるやもしれん、わしが頭丸めて人幕からこうやって頭丸めてこう出てくるありだぞ、もうこれから神田さん傘が光るって言わせない、わしの頭キラーすごいって言ってもうネタだな。でも多分おそらく思うんだけど、もう陣営大反対するだろうな、足の頭丸めるまだ早いです、刑事様って多分言うと思う。いやでも頭丸めたわし多分に、頭でもな丸め似合うぞわし、多分いい頭の形しとるでな、少しこうな、わしはこう額がボコって前に出とるで、こう綺麗な丸みを帯びておいて想像して笑うやつしかいねえな見てみたいです、見たいじゃろわしのな、頭丸めたかっこいい姿ただな、思うんじゃけど着物で頭丸めたのはまだないけると思うけど、甲冑で頭丸めたのちょっと厳しい気がするな。最近な、日記帳で身口の長さどのぐらいがええかってちょっと聞いたけども、甲冑髪長い方がええ気がするな、なぜかというとこう着物はな、わしの綺麗な線が見えるでいいんじゃけど、甲冑どうしてもこうな、
こうなるで、ごつくなるとその分な、こう身ぐしがないとなんか対比が良くない気がするな。短いとなんかシュッてしちゃう感じだったな。ちょっと横にな、髪の長さ持ってきてこう調整取った方がなんかこう見た時に綺麗だなと思って、全体像見た時思うで。だからカッチュの時は身ぐし伸ばそうと思ったんだけども、頭丸めたカッチュはおるか、全国の仕事に頭丸めてるやつないよな、全国におるかな、頭丸めたやつは。丸めてはいらっしゃいませんが、近いものは三つ秀様さん。真ん中だけ。おお、じゃあ明智様真ん中だけ毛が残っとるわ。父さん様はまあ、父さん様はなお似合いだから。甲冑は難しい、甲冑は毛ないとな、少しな。やはり曲げが一番似合うと思う、甲冑には。砂か。お、なぜ犬が来とると呼ばんのじゃ。申し訳ございません、拙者が夢中になってしまいました。おい、4匹おります。ちょっと連れてきてこう。あいつら。おお、猫より犬派じゃからわし。犬は昔から忠義に熱いんじゃよな。余儀に車っとると入ってくるし、あいつら。猫は勝手にババするからいかん。甘かすなよ、ここの人生にババしやがったでな。わし怒ったで、ほんとに。おやさんじゃーってみんなこう挨拶してからパッて行ったら、おい、誰だこのババっつって。入り口にババ、人がいないときのあいつはババするで。犬は違う、そうやって比べて。まだちょっと、罰悪そうな顔してこうやってやるで、あいつら。ちょっとそこがういな、あいつら。あれは小型犬というものじゃな。どちらかというと、わし大型犬が好きじゃから、大きいやつか。ああ、今も思い出す。去年じゃったな。去年の秋頃か、二の丸広場という場所で演舞をするんじゃけどな、演舞しとったら犬、大型犬連れてきた見事がおったんじゃ。で、わしが嬉しくてな、わー犬じゃーと思って、おっきいって言って、わーって言ったの。そしたらすごい懐いて、いいやつだなって言っとって、お前名前なんだって言っとったら接吻された。でもな、ちゃんとおなごじゃった。初めて犬に接吻された。ダメじゃったか。水を飲んどりました。そりゃ大切じゃ。しかしまた後にのと。ああもう来てほしいよな。名前だけ聞いてもいいよ。何だった。チョコピコピコメロンメロンモカモカでございます。ピコじゃな、ピコピコピコ。ええな、犬は不思議だな、二文字にするんだ。ピコ、名前が二文字のものおるか。三文字、三文字、四文字、五文字、六文字はおらんの。三文字が多いんだよな、日本人は。トーマもそうだな。トーマが何故そういった名前がついた、親から聞いたか。聞いてもらう、由来聞いてもらうのか。ただ、漢字はですが、信長様から配慮いたしました。まこと織田信長様から踊る舞うという漢字は、あ、蘇ってからか。そうです。ええ、戦国のあ、まこと東馬というのは、お東海につけてまいりましたが、あ、だからか。字がございませんで。信長さんは昔から奇妙な名前をお付けになるんだ。あ、来た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 。ピコはどれだ。あ、これがピコか。ピコ、臆病ですと。臆病者のピコ。なんかこれ、日の本の犬じゃないな。異国だな。何か物語が生まれそうな今気がした。臆病者のピコ。陽気しゃくりや。
チワワ。ああ、バシクチハタな。よく来るのかな、これで。初めて来たか。手は。これ、もう一匹どこだ。あ、これ一番可愛いよ、これ和風だよ。もう一匹はもう。あ、おった。何の犬を飼ってる？え？フレンチブルドッグ。何の犬飼ってる？クロシバ。あ、日の本の犬。はい。トイプードルともじゃもじゃのハーブ。もじゃもじゃ。まあまあ根血なんじゃ。そうなんです。見た目はトイプードル。猫飼ってるもの。え、猫も飼っとん。動物王国じゃん。すごい。トーマは犬飼っとったか。飼っておりません。エネ裏にネズミがおるぐらいそれ買っとるって言わんのだって住みついてパッとんだわそれ住みついたんだそれ買っとるって言わんからなあいつらいいですよゴキブリ食べてくれますからあ、まことかゴキブリパッタリ全部なりましたその代わり足るあ寝るときに困るやつじゃなあでも大切じゃなゴキブリがいなくなるのはあらこそんなゴキブリってんかったなどうしの屋敷切れたとか戦国の頃からゴキブリっていたんだおるぞそらおるでも今よりは多分少ない今あれじゃんな出るとこ決まっとるよな大体なそのなんか熱を帯びてる場所かなとかなんかそういうちょっとな少し汚いような清潔感がない場所に出てくるじゃん昔行ったらどこにでも出てくるよな屋敷にもおったしまあでも確かになネズミがゴキブリ食うてねえなゴキブリは出る昔からなでも今の者たちの方がゴキブリに対して驚くわなうわっつって多分幼い頃から目にしとらんからだよなそうわしも目にしとらんかったでなかなかわし綺麗な屋敷に住んどったでだって荒小城はな昔荒小城ってのあったんじゃけども荒小城の敷地の私東南側の今でいうと300坪くらいの屋敷だったから私10代で拍手せんでいけん私の別に力じゃないからあれだけどでも10代で婿養子で来た時に300坪くらいの屋敷用意しましたそこで何人ぐらいえ何人ぐらいそういう質問せんでええじゃん別に何人ぐらいってそういやいや何人ぐらいってちゃんとわしその時からちゃんとおったからなわしのおじきはわかるな前田利恵さんおじきの兄上の安勝様の娘よ娘がわしの奥方じゃからそれは真面目に生活しとったその頃で子供できてそんな やらしいことはもう後々わし真面目に生活しとったその頃それで正虎が生まれたわけじゃから正虎って正虎は知らんもの正直マサトラ分からんものよしマサトラというのはわしの嫡男のわし女の子一人しかおらんかった女の子はなマサトラはわしに似て男前じゃったすごい人気だったね昔からマサトラはなでマサトラってのは正しいに虎でマサトラなんじゃいい名前だろ正しい虎でマサトラわしが名前つけたんだけどマサトラっていい名前だろでマサトラは結構まあ真面目だったんだよ根っから結構真面目な男であんまりわしみたいにこう人と違うようなことをするような立ちじゃなく真面目に剣術やって勉強するお利口なやつだったまあわしの奥方がうるさかったからまあ真面目に育ったんだけどもそのうちにまあわしは奥方と共に荒子を出て父親たちと一族少なかったけど一族と奥村家って言ってなわしの親友でもある助右衛門というな年一切しか変わらないんだけども
その家臣、重臣たちと一緒に京の都とか行って、あとは滝川家にお世話になったり、もともとの本家なわしのお世話になって、まあ食いぶちつないどったのよ。あんまいい生活できんかったで、その当時。そこからおじきがいつの間にか出世なさって、北陸に国をもらってじゃな、大名になって、よし、おじき頼ろうってなったわけじゃな、家族会議で。そろそろ、こんな話すんのあれじゃな、わしの父上様な、年石様をはじめ、わしの親族が家族会議でな、集まって、どうするだいぶもう、食ってんの大変だぞと。もう我が父上はな、部が立つ人間でもなかったで、食ってくの大変じゃったから、いや母上なんだけどな、聞いた母上とおじきはまず仲が悪かった。とてつもなく仲が悪かったもう本当に信じられるぐらい仲が悪かったんだけど、母上が何やら年家が国持ちになったそうだ、聞いてまあざわつくわけ、家族会ってなってうちの家計も良くないな、現金だから年で頼ろうってなったわけじゃな。で北陸行って、でおじき辿ってったら、その子おじきはもうおでんまではいかんかったけど、もう立派なものになっとった。おじきはその当時いや3万3000石から23万石にもなって、ものすごいまあ一国一城の主になっとって、おじきはな、その当時七尾城を支配して、なんちゃったかな、まあおじきはもうずっとな、心の中で悔やんどるとこがあったらしいんだよ。もともとは我が父上のな、年下様が前田を継いで荒小城を守っておったがために、それが信長さんの命によって自分が打って変わって領地を支配するようになって、その代わりにわしらは出てかねばならんくなったんだよ。だから少しだからな、ここのどっかでもやもやしとったらしいんだよ、おじきも。だから来た際によう来てくれたっておじきは言うてくれた、よう来てくれたって言うて、前だけで2番目の国高くれたで、何もしとらんけど笑うな。おじきすごい、その時おじきは懐深いなと思ったわ。さすがおじきもうあんな昔みたいな歌舞伎もんじゃねえなと思ったんじゃ、その時もな、すごいわ。でまあお松様のちょっとな言葉もあったからそうなったんじゃけども、で7000石合わせてもらって、でわしも何も知らんけどもいい暮らしさせてもらって、でその中でな、話本筋に戻すけども、正虎育ってしまったで楽して結構生きてまったあいつな、苦労知らんかったで正虎は。でまあ香川の国、そして能登の国におる時には戦があったわけだな、北陸の方で。まあ結果主君になるけど、上杉様であったりと、まあ柴田様とのないざこざもござったで、いろいろ戦がござって、で我が父上が天に見まかってしまい、87年だったな、1587年に天に見まかってしまって、まあもう前田におる義理もな、亡くなってしまって、まあその時にまあおじきがまあ好きに生きてもいいよって言っとったで、当時そろそろもう滝川家もその時信長様が亡くなってしまって、滝川家もなちょっとって落ちてしまったんじゃない、100万石超えとったんだけど、滝川家も関東を支配して100万石超えとったけども、もうそろそろ自分のやりたいことやるかって、その時50歳、正虎様はいくつだった。正虎わしいくつの時産んだかな、あでも荒沢かな、正虎まだ荒沢じゃったな、正虎まだ30代、うん、まだまだこれから、これからって時、油乗っとる時だな、だから武将の30代で油乗っとる時だから、その10代だな、佐那派のたちも、あの者たちも30代、みんな30代、まあ、でもあの者たち結婚したしな、婚礼も川所帯、娘たち、娘は3人おった、みんな美人、みんな美人だった、北条家であったりな、いいとこに嫁がしたからわしのコネで、本当だぞこれこれ本当だからな、北条家に嫁嫁がしたんだぞわし、ちょ話これ戻すけども、当時な嫁がす方法、今はまだ近くに嫁いでないものがおったらこれ実践してま父
上に頼んで実践してもらうという。あの北条家っていうのは関東支配しとったんだな。今の相模とか武蔵の国な、東京、埼玉県、神奈川県とかな、あの辺一帯を押さえとったね。昔から北条孫文公から続く代々由緒ある名家なんだよな。そこはそれこそ公家の文化も入るような、もういわゆる金を持った武将の一家であったんだけども、そこの一族に嫁がした方法が当時な、もう50なったな、まだ50ならんぐらいの時、40後半ぐらいかな。だからヌシャの父上とか母上と同じ場合とかの時に、こう北条家がちょうど港に来た時があった。港に来た時にわしが走って「待たれよ姉よ待たれよ」って言って、「わしの娘もらってくれんか」って走ってたこれ誠じゃと、もらってくれんかーって言って、ええですぞーって成立したこれ誠にそれ、じゃそこまで全部わしやって家で出たからな。ちゃんと娘も結婚さしたな、息子も大きくなった、で息子にはわしの国だからやったな、五千国やった、だからもう暮らしていけるなって、困らんな。でもおじきもおるし、香川の国には前だけいっぱいおるしな、中心の奥村家も帰ってきたから、もうやっていけるなっちゅうて、よし出てったら、あいつはたわけだな、出てったら多分香川の国で、そうだな、わしの屋敷で多分大変だ、父親がいなくなったな、正太郎がはしゃいで、それでまあ娘たちは知っとったで、いやまあ帰ってこいよとな、父親帰ってこいよ、もう遅れた精神を取りに行ったとな、遅れた精神を取りに行ったんだ父親は。でなあ、わしの奥方もな、いやもう無理だよあの人は、帰ってくる時帰ってくるわみたいな、自由だから、もうやっぱりもうかぶいとった、今で言うともうロックに来たからわしは。でそれで京に行ったわけだな。まずは勉強しとった当時の師たちが京におったから、京に行って、でまあつてがあったわけだな。関白っていう、もう日本で一番偉い官位持っとる人がわしの師であったから、居候できる、まあ言い方は悪いと金かからんで、そこ泊まりに行ったわけだな。泊まりに行って、そうすれば息子が追いかけてきた、早く帰ってきてくださいって、いや、わしはもう自分の生きたいように生きる、お前も好きなように香川で生きろっつって、帰れっつって追い返して、そっから縁が切れてしまったそっから大きくなった正虎は見ることができんかったけども、聞くところによると真面目に最後まで来たらしいなあいつは。ただ正虎、子だから恵まれんかったらしいな、血が、わしの血がそこで絶えたらしい。そうなんだよ、わしの血は、おった、いや、どうなんじゃ、続いてったのかな、わし、そこまで聞いとらんけども、どうなんじゃろうな、娘たちは子供作った言うとったと聞いたけども、続いたかな、でもわしの血耐えたって言うたでな、だから、まあ、まあ、自分のな、血ではないけども、あと証を残すためにじゃな、わしが考えたのは、故障に名前をやろう、故障。まあ、金銃じゃな、自分のそばに使える秘書みたいなもんじゃ、さようなものがわしが関ヶ原の戦いを終えて道中日記というものを書いたんじゃけど、後のな、後にそれが今日の伏見から今山形のな出羽の国までまあ1ヶ月弱歩いてな、日記書いたっていう、ナバカを書いたっていうのがあるんだけども、その時にわし一人で歩いたわけじゃないからな、もちろん馬に乗ってで故障連れてったんだけど、わしの故障は高麗人、異国のものだった、日本人連れとらんかったよ、わし故障、まあ今で言うと朝鮮のもんだよな、朝鮮の韓国人じゃん、今韓国人わし連れとって、でその者たちに日本語を教えながら、日本語を教えながら旅をしとって、でその者たちが途中で旅が続けねえって断念したの、病にかかってしまって、もう一緒に行けませんと前田様と。で当時見んのとか
半兵衛の名つてちゃったかな。半兵衛の家臣の者に口聞いてもらって屋敷作ってもらって、それが今の養老にあるんじゃけども、そこに、まあ、住まうことにござって、その時に前田の名前があれば今後暮らすのに困らんで言うて前田の名前を挙げたんじゃ。ずっとな、明治まで続いた言うとたな、確か前田言うとたけども、おの子が生まれんくなったらしい。生まれんくなって おなごだけになってしまったで、なんちゃったかな、安藤かなんかになってもうな、安藤かなんかになってしまったんじゃ確か。まあでも今でも続いてるらしい、名字変わってしまったけど。それが養老にあるんだよ。だからわしの痕跡たどろうと思うと、もうそこしかないんじゃよ。もう耐えてしまったで。おじきはな、おじき、まあもちろん前田の本家の方はずっと続いてるで、今もおるでな、係に会うたことある。あっちの正ご神様の直系じゃなくて、ああそうか、おじきの直系もな、おるんじゃけども、おじきの直系の加賀、まあ、前田家って100万石ってよく聞くじゃろ。100万石って、まあ、まあ、おじき本人じゃから自分で我こそ加賀100万石の前田としてって言うて、お主らもあんまりこう100万石がいかにすごいのかっていう実感がないかもしれんけど、100万石ってものすごいものなんじゃない、まことに。もう5本日の本で5本指に入る人間じゃからね。5人以下、福川様、伊予様とかな、その天下人を除いたらもう2番目に多い石高じゃからっていう考えるとじゃな、その秩序を残していくっていうのもやはり抜かりなかったわけじゃん、前田家としても。ゆえにまあ奥村家、そして村井家じゃな、あの辺りは昔から前田家を支えるまあ重心であったんじゃけれども、その秩序を持った血が未だにずっと支えとる前田家で、直系の前田家のおじきの直系な、未だに殿様やっとるじゃん、前田家の未だに殿様やっとる。前田家はもう由緒あるものじゃから今となっては。最初はな、荒子からの中川区からの怒号から始まったけれども、今はもう100万石の礎であるから立派に殿様やってる。未だに多分南に会うことできんぐらいの、たまにおるじゃろ、こう子孫ですって言うて、大体文系のものだけど、直系の前田家多分会えんと思う。未だに大切にされながら生きとるで。ただ結果わしが聞いたとこによると、体がだいぶ貧弱になってしまった。弱に前田家は昔から戦場でこう立てて荒ぶった生活をしとった人間だったんだけども、加賀百万石という礎を築いて、やはりそれなりの暮らしをしだして、なあ外に出ない生活を しだしたおかげで、そのあたりが少しな病弱になってしまったらしい。少し聞くとそういう風になる。でも未だに続いてる。徳川家はよういっぱいあるもんな。徳川はもうすごい数じゃ。それこそ江戸時代にでさ、徳川いっぱいおったわけじゃから。松平家もな、含めて血を残すためにな、御三家言うて、この名古屋もそうじゃけどな、関東にも敷いてな、いっぱいおったわけじゃから。あれだけそう考えたら加賀の国だけでようやっとるわと思うのな。そうだろ、埋めたい本当な。よかったら加賀の国行ったらな、そういう血筋が残っとるよ。他もいろいろ、トーマの血は残っとんのか。トーマ家はもう拙者でスタッて言ったか。わしみたいなもんだな、血を残すって難しいんじゃよな。やはり実際戦国の世から血が残っとるものって数知れとるで。言うて大体耐えとるわな。がなんかもうだいぶ薄まっとるよな。もう枝の方になってしまってな、なかなか難しい。やはり一国一城の主のような大名家の人間ではないと血は残らない。実際な、戦国なんから考えると、前だけで言うたらわしだって2番手ちゃったから、2番手のわしでさ血筋残ったなんじゃから、もうそう考えると難しいものだなと。逆に残ってる者たちはそれほどまでに大切にされながら江戸時代、明治、大正、昭和、平成を生きてきたわけだから。
自分の血辿ったことあるか、みんな。ある。わし知りえな、この現世に蘇ってきてから知り得たもので、蘭丸の子孫を持ったぞ。8代目ぐらいかな、森家の。まあ森家もな、優秀な家系じゃったから。森家知らんわな、わからんか。槍で言うとおじきとかわしとか清正とか正則とかな、名前出てくるかもしれんけど、織田家で槍といえば森家じゃったから、もともと吉成さんはやはり猛将が多かったのが森家じゃからな。その森家の血筋も残ってるよ。ご来場くださいまして誠にありがとうございます。すごいな。お客様にお願い申し上げます。だから名古屋おもてなし部長だけ血筋もどっか残ってかんのか。城内には東南住屋や本丸御殿、朝食屋など400年続けたら続けるの。多くの重要文化財がございます。こうした文化財を400年の時は咲こうと思って意味が変わってくるな。だいぶ意味変わってくる。今わしは400年の時は立とうと思うって言って、戦国時代の400年前想像して言うたけど、400年これ続いていけば最初のわしらのこと思い出すんだろ、聞いたな。最初のわしらの思いを400年の時は立とうと思うまだ世界一なりとらんのかってツッコミそうじゃけど、わしら最初のわしらどちらかというとな、もともと世界一ならんと言わんと。そこはでも本当にな、人が増えてきたでな、名古屋にな。いいことじゃよ、本当に。愛知県にな、三河の方もそうだな、八丁味噌もな、ござるで。なんか自分の家柄話するのって恥ずかしいな、やはりな。なかなか話すことないでな。歴史談義してくださいって、もしこういろんな戦場で言われたとしても、前だけの話してくださいってあんまりしたくないもんな、やはりな。自分の家の話ってな、恥ずかしいものであるぞ、やはりな。徳川様もそんな話さんじゃろ。自分の結局後の徳川の話はよくするとは思うけども、自分が生きた時代の徳川の話あんまりしたくないじゃろ。信長様もさほどいたさんじゃろの考えれば、みんな小野川自身の生きた時代の家柄の話であんまりしたくないもんじゃから。だってそりゃな、話したくない話もいい、それはちらほらあるもんじゃから。それはこの人はだってあるじゃろ、生きとったらな、自分の黒歴史と呼ばれるものが。それはわしらだって一緒だから、話したくないことは1つや2つや3つや4つや5つ6つ7つ8つ9つ通っていっぱいあるから。そりゃそうだって、トーマだって生きとった声で話したくないことあるわな。墓場まで持って帰るわみんなだってそうじゃろ、墓場まで持って帰るじゃろ、きっとな。そうだろ、恋愛とかもそうじゃな。いや、あれはわしから振ったんだ、だから自分が振られたんじゃない、わしから振ったんだってな。そういう話いくらでもございます。昔からそうだって、そういうな。いやー、もしそういうことがあればな、みんなで話したよな。自分だけではなくな、いろんな家家中を集めてそういう話したよな、もしするのであれば。恥ずかしいものじゃからな。それよりもなんかもっと戦がどうだったのかとかな、他の家の話しとろうがな、楽しい。だって他の家の話だったら自分関係ないで、他の話の黒い話一つや二つ三つや四つ五つよ、みんなに笑い話聞いてもらった方がそれはわしも楽しいでな。他の家中の失敗談の方が楽しいに決まってるわ。自分の家の失敗談なんて百万石の名が傷ついてしまうと、それは言えんよな。話誇張するし、そりゃそうだよ。おじきの名言知っとるか。おじきは若い頃にな、何人だったかな、あれ何人だった、おじき昔なんて言っとったかな。自分でな、あ、そうだ、思い出した。え、あれ数字があっとるか分からんけども、30じゃったか100じゃったかな、自分で倒した言うてた。いや待てよと思って、わしな、わしですら、まあわしもしんがりした当初な、28の子宮上げたけども状況も良かったのこたらず、そりゃもう死ぬ思いでやっとったらええじゃけども、おじきしんがりで30か100じゃったかな、確か100じゃった気がする。100倒した言うたの、自分で。偽り言うたらいかんです俺は
心は震えとりで敵が多く見えたんです言うとったよそれ当時な自慢げに言うとったで刑事わしらこない戦で100人1人倒した嘘つけこれはおじげついとりで敵が多く見えたんだってわし言うたら言うたの当時な前崎の中で家族会議みたいなもんじゃんおじきや屋敷で宴しちゃうときにじゃよ前だけでそれで言うたのな兄上って言ってわし100倒したっつってまだ20ぐらいの時もおじきなそうじゃっつってこれで織田家でも名をあげたみたいな言うとってその後に信長様が臆病者は敵が多く見えるみたいなこと言うたら確かそれ言うておじきそれ以降一切この話進化一切進化なたぶん思い当たる節あったんだもんなやはりなそんな多く一人で倒せるわけがないそりゃみんな相手が素手じゃった話別じゃでこっちが刀と槍持ってな弓持って戦うんじゃったらな遠距離で何人か倒して近づいてって白兵戦でななんか勇猛果敢に戦って相手が素手じゃから100人倒したのは分かるけどなわけなかろうって言って当時な20代の時よおじきが20前半の時にどっちかといえばもう弓と槍もうその刀の全盛期だで鉄砲はなかったけど鉄砲少ししかなかったらしいけどその全盛期の時代に無手なわけないしな相手がいやーおじきも話持ったわと思いつつも前だけの話してください言うたらその信長さんの話は切っておじきのその美味しい話だけ伝えるわけよやはりそこはそれが加賀木じゃから加賀木読んでみ加賀木もものすごい話誇張しちゃう末森城の戦いもなんかあの三大奇襲って知ってるかぬしら三大奇襲ってまあ合戦ってなんかあるんだよなだから大軍勢戦った番付みたいなのとかあるんだよ大体これは何十万人戦った勇士者とかなで奇襲もあるんじゃん桶狭間戦いも三大奇襲の一つに数えられるんじゃないあと厳島戦いとかなそういうのは数えられるんだけども末森城の戦い加賀家のやつ読むとな三人一人で分かるんだけどももう三大奇襲に数えられてもおかしくないぐらいの逆転劇なの確かに名古屋城で例えると二の丸まで落城したんだよ末森城の戦いはだからもうそこまでなで西の丸も敵軍が埋め尽くされとって本丸だけじゃんで本丸にあと250人300人ぐらいなんじゃん兵がなもう天守にこもるしかないいやもう300で勝てんで相手1万近くじゃからいや1万おらんかったけどちょっとこれ話持ったあっすいやまあ詳しい人数は私も数えとらんで分からんけども1万はいなかったのも正直1万多分いなかったいやいなかった1万まあ囲っとったんじゃなそしたらもう打って出るしかないわけなんじゃけども籠城しとるわけじゃからあの様とかで鉄砲出してな打ってなんとか籠城こもったわけじゃ当時ババーンって言ってなでも相手の軍もいやまだ敵軍は何人おるかわからんってな本丸に何千人がこもっとるかもしれんって言ってちょっとさっさ勢が攻めあぐねとったわけじゃでそこに関してまあわしが出陣する言うておじきが待てって言うてでこれ待て言うたのも殿下が待て言うとったんじゃ殿下が年へまだ出るなと今は耐えてな状況を見る戦況を見てから動けと言うとってでもわしが先に行く行く言うとって行かんと助も死ぬなやられるっちゅうて話を外でおじきが待て言うてここで話ごたごたしとんのがわしらの演目の正門城の戦いなんじゃけどもで、今いざ良いってなって行くなった時に、まあ、夜中朝方に奇襲かけて結局勝つんだけども3000かな3000ぐらいだったかな2000〜3000で、まあ、裏からバーン攻めてってで倒まあ倒すというよりも撤退に追い込むわけだな敵を7000〜8000思ったのただこれ加賀木になると盛り具合がすごいほんとに。まず末森城の状況下がそこまで落城しておりもう兵糧がない飯がないもう今すぐ明日にも死にそうですみたいな書かれ方しろまずなまずもう状況はもう最悪じゃーみたいなこと書いてあるんじゃな
ね、まあ確かにひどかったけれども、ここまでひどかったかとわしも読んで思ったけども、でもうおじきが行くか行かないかっていうこのせめぎ合いも、いや年栄光は最も正しい判断をしたみたいな、なんかおじきがなんかものすごいいい判断をしたみたいなのが書かれとって、でわしがなんかあんまり良くないみたいな書かれ方しとって、でいいぞ行こう言うて行った時に3000が4000集まったんですよ。3000が4000ぐらいはかがきな、1500とかのもっと半分ぐらい、あの要は少ない手勢で倒せたみたいな、より少ない手勢で相手が1万5000、もう2倍ぐらいになったんだな人の数が。1万5000の笹勢を1500ぐらいで、だから10分の1で、なんか桶狭間の戦いみたいな書かれ方しちゃったな、10分の1で倒したみたいな書かれ方しちゃって、いやこれ話持ったなと思いながら、わし読んだってかがき、さすがにこれないぞと思ってバーン閉めたけども、でもこれが戦国の世でまあ多かったわけだよ。まあ江戸時代になってから書かれたけども、かがきに関してはじゃな、要は昔のような年栄光をはじめとする前田家の武勇を後世の者たちに伝えるために、加賀の国を者たちに伝えるために、民衆に伝えるためにそういったことをまあするっていうのが普通、至極当然。沖狭間の戦いはもっとすごいぞ、桶狭間戦いは、これは桶狭間戦いに関しては尾張の書物だな、尾張の書物もあるし、桶狭間戦い結構有名な戦なんじゃよ昔でもな、駿河のな、今川様と尾張の小さな織田家が戦って、織田家が勝った、まあ、これは事実だから、有名だから、全土に広まるんじゃよこの戦は。ゆえに全土に割と桶狭間の戦いに関して書物ある。で、訂正をした書物があった。それが宝冠と申して、甲斐の国武田家が綴った書物が尾張の書物を批判したんだよ。違うと。尾張の書物は言うとることが違うと。当時の尾張の書物は桶狭間の戦いで織田軍2000で今川軍6万5000って書いたんで、これ誠じゃん。で尾張の国でも今川軍は6万人を超えとったっていう、こう城下とかで話す、信長様は2000人で6万を倒したんだと、ものすごい数だって、2000で6万を倒すって。で実際な、一番まあ有力なのが2万5000じゃな、今川軍の、まあ、駿河の方の本、あの書物も照らし合わせると2万5000ぐらいで、こっちがな2500から3000ぐらいで本陣に突入したっていうのは、これ大体おそらく辻と合わせると大体このぐらいの数字であろうっていう話なんだけど、6万5000で尾張の国のものが全国各地にほら吹いたんじゃん、大口叩いたわけじゃん、うちの織田は6万5000に2000で勝てるよ言うたわけよ。そしたら、え、誠これあれ見とる、いいなおとら、いいなおとら見てるもの分かるかもしれんけど、大河ドラマになること、見てるもの分かるかもしれんけど、要はなんか村人たちが集まって、え、じゃあ、尾張のなんて、うんじゃーみたいな、ちょっとトーマみたいなやつがいっぱい出てくるじゃろトーマのような足軽みたいな民衆者たちがな、こう集まって、おい、おい、トーマ、おい、尾張の織田様を2000で断らせる、ああ、誠ですか、うん、相手、井岡様6万だで、知らないか、そのまま弾くな、そのまま結構勉強できるよ、その相場できるっていうぐらいに話をするわけじゃん、みんなで。だから風の噂っていう言葉聞いたことあるかもしれない、風の噂とか戦国時代でな、できたような言葉じゃから、それが伝ってったってことなんじゃけども、だそれが甲斐まで行ったわけじゃな、武田まで、武田まで行ったら、当時の武田様は天下においてもまあ一番強いと言っても過言ではないほど勢いもござったし、まあ策もな、素晴らしい策を考えて戦に勝っておったから、その武田様の家中で、いえ嘘つけと、なぜかというと今川とも同盟結んどったで、当時甲斐の国というのは、だから情勢を知っとったわけじゃん、甲斐の国が一体どのぐらい兵を出せるのかと、現実分かっとったで、今川に6万5000出せんと、これは話盛りすぎだと、織田家はこれ嘘だ、それをまたこう、あれは嘘だからっていう、だから要は情報戦だな、
こっちは嘘だ、こっちは言い分は6万5000なんだっていう言い争いを戦国時代用意しとる。それで測るわけじゃから、いや6万出す軍にわしら勝てるかとかな。それでなかなか戦がこと運ばんかったっていうのが現実なんだよ。でも信長さんとかやはりその情報戦がうまかったんだよな、当時としても。いやだから故にこういろんな戦場で勝てたっていうのもある。だからいろんな書物読むと信長さんはだいぶ、信長様っていうのちょっと口塞いでるけど、信長様じゃなくて小竹家中の人間がホラを吹いて人数をごまけて、おじきと一緒だって。だから20人ぐらい100人に見えた言うて5倍に増えとる人、こうこんだけ掛け分身しとんだって言ってましたけど、そういうのが戦国時代多かったんだよな。だから南の方もよく読んだり見聞きするかもしれんけども、あながち数字ってあんまり信用しん方がいい。わしらの時代は情報戦であったから話を盛る、減らす、増やすっていうのはこれは常に至極当然であったから。電子革命鉄砲何千丁前、そんな4時30分をもって終了させていただきますので、そういう聞こえるそういうもんだからな。実際地道にな、長城の戦い起きる前に穴掘って掘り作って柵先に埋めといたんだから、鉄砲よりも先に。そういった地道な努力によって戦勝てたもんだからな。長城の戦い実際は牙を止めるために馬防柵って気づいたのも戦が始まってから気づいたものじゃないからな。戦が始まる前からも先に備えたわけだから、そういったものを知るとよりその戦国時代で、ああなんか自分たちの今の時代とあんまり変わらないんだなと。なだそうだろ、だって何人に告白されたって言ったら本当は7人なのに15人ぐらいとか言うだろそうだろ、え振った人数、2人だけど5人とか、だって話盛るじゃろ大体な。おのこだってそうじゃんな、多分あなた年収いくらですかって、本当は300万500万って多分言うと思うんじゃん。おなごの前で見えを張る、これ名古屋市の気質、昔から菓子巻きだってするんだから昔からそういうことを考えると昔も今も変わらないんだっていうことを知れば、みなみなも戦国時代がより一層身近なもので、まあちょっと勉強しづらいなと思うかもしれんけど、そういった気持ちで本とか読むと、あ面白いなって思えると思うので、ぜひとも機会があったら戦国時代の本なんかをな、あの本屋なんか書物行ったら一回開いてもらうとな、あこういうことかと、多分これムスなんだろうなと思いながら読めば気持ちは楽かもしれんで、そういったところでちょっと最後にな、あの写真だけ撮ったらんかったものと写真だけ撮ってまいろうか。では写真撮ったらんかったものだけちょっとこっちに巻いて写真撮るかな。はい、じゃあね、この時間まだ写真撮っていらっしゃる方、はい、前と歩みせていただいて。